はい、どうも皆さん、こんばんは。えー、今回はですね、つい先日ね、行われました11.4大阪大会で、一体何が起きたのかという話をしていこうと思うんですけど、まあその前にですね、あの僕昨日、同時所生配信していて、 まあ結構ちょっと体調悪いなっていうぼやきをね、えー、してたと思うんですよ。で、あのー、まあ、正直ね、あの、後半結構頭痛かったんですよ。で、同時所生配信終わって、あれもしかしてこれと思って体温計で測ったら、あの、38.5度あったんですよね。いや、これマジ終わったわと思って。 まあでもやっぱり、まあ同時小生配信を最後までやろうと決めしてたんで、もう終わってすぐ寝たんですよね。で、朝起きたら、36.7度に戻ってたんで、ああ、よかった治ったと思って、まあでも油断せずにもう一回寝るかと思って起きたらまた37.8度あって、いやーもうマジ何な,なんだよってことで、ちょっとね、今も正直熱があるんですけど、ただね、その熱はあるんですけど、そんなになんだろう、こうもう動けないとか、喋れないほどではないんで、 まあちょっとね、タイミングもタイミングでやっぱね、11.4大阪大会終わったばかりで、さすがにちょっと僕も喋りたいこといろいろあるんで、えー、今回まあこうやってね。 動画を撮ってますで今回お話しする内容は、まあ、最初に言ったように11.4大阪大会で一体何が起きたのかと、まあ、サプライズ面に注目して、ね、見ていこうと思います。はいまあ、最初に言っておくと、この11.4大阪大会ね、めちゃめちゃ良かったですね。良かったっていうかう、なんかもう史上最悪のバッドエンド感はあったんですけど、まあ、その辺もね、最後に触れていこうと思います。 えまず1つ目のサプライズが、ですね、まあ、第3試合で、玉、えー、トンガ選手、櫛田選手、ケビン・ナイト選手 vs、VS、えー、高木選手、ブッシュ選手、ティタン選手の、えー、6人タックマッチがま行われると、で、これ、マトンガ選手がね、えー、ブッシュ選手にガンスタン決めて勝利したんですけど、えー、どうもなんかマちゃんというのは、高木選手にね、ネバーのベルトをリマッチしてくれってことを要求していると。 で、高木選手も、まあ、ちょっと待てよみたいなこと言ってたんですけど、もしこれが実現したらもしかしたら、1.4の高木選手の相手っていうのは、えー、タマトンガ選手である可能性もあると。うん。やっぱり、この、中島選手がね、えー、来るんじゃないかって話結構あったんですけど、まあ、やっぱ中島選手時期的にね、あのー、いろいろ今全日本参戦されていたりとか、あの、時期が時期なんで、ちょっと今年の来年の1.4は違うのかなっていうふうには、あの、個人的にはね、えー、思ってますね。 でお次はね、第6試合、こちらが、えー、ジョン・モクスリー VS グレート王冠のシングルマッチなんですけど、これはね、本当にすごかったです。あの、やっぱその第1試合、第0試合から第5試合までって、あの正直、サプライズも特に起こんなかったし、なんか、淡々といわ,いわゆる進んでたんですよ。正直、そんなに、あのー、もちろんあの盛り上がってはいたんですけど、なんか淡々とした盛り上がりって感じだったんですけど、第6試合でやっぱ一気に空気変わりました、マジで。 やっぱそのまず最初に、もうその、オーカーン選手が奇襲かまして、もう、モクスリー選手と、え、オーカーン選手が場外乱闘になると。で、そのまま、もう両者リングアウトになったんですよ。カン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 ってなって、もう試合10秒ぐらいで終わって、あれこれで終わり今日すげえ押してんなと思ったら、え、モクスリー選手がまあマイク持って、え、ニベアフォールマッチ。まあ、つまり場外関係ない、え、どこでも決着付きあるルールやろうぜってことで、 ま、試合が再開されると。で、もう、やっぱ非常にこう、お互い荒れた試合で、えー、モクスリー選手も早速流血される、されて、もう顔中血だらけで、もう、オーカン選手の帰り値びるぐらい、もう血だらけなんですけど、まあ、そこはさすがね、デスマッチファイター、モクスリー選手ということで、あの方はね、流血したらパワーアップするっていう謎バフがあるんで、まあ、そのままね、もうオーカン選手と激しい死闘を演じて、えー、最後はもうデスライダー。 からの、えー、ネイキッドチョード直ねを決めて、えー、勝利を収めるというわけで、まあ、この試合はね本当にねいろんな意味であの空気を変えたなっていうふうに思いますねやっぱまず、まあ、こういう、まあ、デスマッチ風味な試合ってそもそも新日本じゃ、まあ、あんまりやらないんですよであんまりやらないし何ですかねその そもそも、やっぱできるレスラーっていうのが、まあ少ないと思うんですよね。まあデスペアード選手とかは、あの、デスマッチやってますけど、その対戦相手もいないって中で、やっぱジョン・モクスリー選手っていうのは非常に何ですかね、こう格もた、格好高いし、もうトップレスラーではあるんですけど、なんかでもこういう自分の、あのもう本当体,体中顔から血だらけになってもいいぐらいの、あの、自分を削った対決っていうのを毎回してくれて、えー、毎回してくれて、こう、新日本プロレスに、ちょっと存在し得ない、バイロレンスな、もう血、血で 血を洗うような闘争っていう試合を毎回こう。モクスリー選手と提供してくれるんですよ。で、やっぱそういう試合って新日本国内となかなかやっぱできないんで、まあ、やっぱそういう意味でもモクスリー選手は非常にやっぱ需要がまあ高いのかなっていう風うに思いますね。なかなかやっぱこう。普段の新日本では見れない。激しいバイオレンスなまあ刺激っていうのを提供できるんで、毎回やるとちょっとやっぱね。あのお腹いっぱいになる感じもするんですけど。まあ時々やっぱこういうことされると非常にまあ盛り上がるとで、そこにやっぱついて。 グレートオーカン選手もさすがだなっていう,ふうに思いますねオーカン選手はあまりデスマッチやる印象なかったんですけどまあ、モクスリー選手に真っ向から、えー、張り合っていたと ただ、やっぱりね、このルこういう特殊ルールになると、もうモクスリー選手だいぶ強くて、もうオーカーン選手のね、伝発ハサミで切り取ったりとか、最後はもうデフリーストップで終わったりなんで、ちょっと正直やっぱモクスリー選手はだいぶ格上感は、えー、ありましたね。で、この試合終わった後に、あの、もうオーカーン選手めちゃくちゃもう、なんですかね、もう本当気が狂ったように叫んで、ふざけんなくそこっちも時間ねえんだよと、AW で待ってるモクスリーみたいなことを言っていたんで、まあ、もしかしたら AEW で、えー、この二人のリマッチは、 実現する可能性もあるというのが、えー、第6試合でしたね、えー。お次が第7試合、こちらが、えー、岡田,石田那、石、まあ、棚橋 VSTMDK の3人で、まあ、この試合自体はね、えーまあ、王者組が勝ったんですよ。まあ、あのザック選手もすごい古軍奮闘してて、もちろんそのシェイン選手とマイキー選手もこう連携技決めまくってて、えー、すごいいい勝負だったんですけど。まあ 最後はね、棚橋選手が、えー、ザック選手をま丸め込む形で、えー、見事に勝利を収めるというわけで、まあ、このネバー6人に関しては、一体1.4でやるのかと、もしやる場合は、じゃあ、岡田選手はシングルやんないのかっていうふうな、そういう疑問も、えー、あったと思うんですよ。ただ、ここで、まあ、今大会、一番と言ってもいいんじゃないサプライズが起きたんですけど、まあ、これ、ブライアン・ダニエルソン選手が、えー、VTR で、岡田選手にリマッチを要求すると。 うんいやまあ、ダニエルソン選手はやっぱり、その岡田選手の伏線っていうのが貼られていたんで、まあ、来るかなとは思っていたんですけど、直前でちょっと怪我をされていたいってこともあって、まあ、どうなのかなっていうふうには思っていたんですけど、まあ、左目にね、あの、なんですかね、こう。 このですかね、目の負傷を隠すような、えー、テープを貼りながらも、えー、ブライアン選手というのは、えー、岡田選手にこうリマッチを要求すると、もうお前のレインメーカー右腕破壊してやるよみたいなことを、えー、言うと、まあ、実際はその岡田選手のせいで、あの眼下低骨折になったわけではないみたいなんですけど、まあ、っやっぱストーリーの意味も兼ねて、まあ、俺はもう岡田に2回もね、あの体ボロボロにされてるから、今度は俺がお前の右腕破壊してやるよっていう、まあ、かなりこうバイオレンスな、えー、宣戦布告をすると。 で一方の岡田選手っていうのも、いや、俺、お前に一回も勝ててねえんだよと、絶対今度、お前が、俺がお前ぶっ倒してやるみたいな感じで、えー、この二人のまあシングルマッチというのが、1.4東京ドームでまあ実現するということで、いや、これはめちゃめちゃ楽しみですね、ようやくブライアン・ダニエルソンが新日本来るのかっていうその感慨深い思いもあったり、まあ、ダニエルソン選手、何回も日本来たい、G1 来たいってね言ってくださってたんですけど、なかなかね、あの、 チャンスとかタイミングとかね、ケガとか重なって、えー、実現しなかったんですけど、今回ようやくダニエルソン選手が、えー、新日本国内で見れると、しかも、えー、岡田選手のシングルマッチ。まあ、ただ今回に関しては正直やっぱ岡田選手の完全ホームなんで、ちょっとまあダニエルソン選手ブは悪いのかなっていうふうに思ってるんですけど、これあのさっき今度コメントでもあったんですけど、本当にもうイエスコールするためだけにあの東京ドーム行ってもいいんじゃないかぐらいの価値ある。 戦が決ままったかなといいう,うに思いますぶっちゃけこれは多分ノンタイトルだと思うんですけどこれメインでもいいんじゃないかぐらいの実際フォービル・ンドはこれがメインだったんで本当とにまあメインとかもセミぐらいの価値がある非常にビッグな対戦カードというのが決定したのかなというふうに思います。はい まあそんな感じでね、えー、第8試合はまあキャッチトゥートゥーがね、えー、見事に勝利を果たして、まあ、1.4はどうも、えー、ジュニアタックはシングル、シングルっていうか2-2ですね、普通の2対2のタックマッチで、えー、キャッチトゥートゥー,バーサス、まあ、ボードックスがやるみたいであると。えー、でお次がね、えー、第9試合、こちらが、えー、高橋博文バーサス石森大二の試合で、いや、これもね、本当に。 本当にね試合の内容のレベルが高くて特にやっぱ石森選手がもう本当にやっぱねうまいというかもうボーンロックで何回も決まっただろうっていう場面があったんですけどまあやっぱヒロム選手もねそこはもう意地で返してえ最後はもう名もなきヒロムロールパート2で。 石森選手から勝利を収めると。うん。これ勝利は収めたんですけど、正直やっぱ石森選手が試合をリードしていた感があったんで、やっぱりちょっとマッスルチワは違うなっていう風な、まあ印象を僕はそう受けましたね。まあそうは言ってもね、やっぱヒロム選手が勝利したんで、じゃあこれ一体ね、1.4のヒロム選手の対戦相手は、えー、誰なんだっていう時に、まあその場でね、解説にいたデスペラード選手を、まあヒロム選手は逆指名する形で、えー、デスペラード選手をまあ指名すると。 で、デスペアード選手も、ま、それは OK するんですけど、ちょっとその目の手術を受ける。今、ちょっとお前がもう焦点合わないぐらい目が広いから、ちょっと手術を受けると。だから前哨戦は、ま、期待しないでくれと。もしかしたら年内何回か出られるかもしれないけど、ま、前哨戦は期待しないでくれみたいなことを言ってて、ま、デスペアード選手本当にその手術されるとしたら、ま、ちょっと前哨戦なしで1.4一気に本番を迎えることになるかもしれないんですけど、ま、でもこの二人であればね、正直もう何回も戦ってきたんで、 ぶっつけ本番でも素晴らしいで、ねえー、試合が提供できるとは思います、うん、まあ、正直やっぱりヒロム選手と石森選手が対戦してしまったらまあ、あと一体1.4誰なんだって思ったんですけど、まあ、やっぱその今までのストーリーとかエモさも考えたらまあ、ヒロム選手デスペラード選手が非常に鉄板かなっていうふうには思いますねうん。 そして、えー、最後の、まあ、第10試合なんですけど、まあ、ここについては、めちゃめちゃ語りたいことが多くて、まあ、あの、海野翔太、バーサス、ウィル・オスプレイっていう試合で、まあ,あの結、結果から言うと、えー、オスプレイ選手が、40分16秒、ストームブレーカーで勝ったんですよ。まず、40分16秒って何ぞやと、4、40分、 40分,40分って何ですかと、正直ね、もう40分超えの試合なんて本当久しぶり、あのー、一時期のケニー・オメガ選手と岡田選手が60分引き分けとかね、まあ、3番勝負で1時間30分とかはあったんですけど、まさか、この海野翔太選手 VS オスプレイ選手の試合で40分超えるとはあの思わなかったです、それはどういうことかっていうと、もうこれ、本当にあの正直言うと、まあ、やっぱシューター、今の海野翔太選手じゃ、もうやっぱオスプレイ選手にはまあ勝てないと思ってたんですよ。でしかも まあ食い下がるとは思ってたんですけど、まあ、結構やっぱカンプなきまでに試合内容も圧倒されて、まあ、やっぱオスプレイ強えってなると思ってたんですけど。 まあこれやっぱ今回のちょっと海野翔太選手の思いっていうのがまあ違っててまあオスプレイ選手がすごい葉っぱをかけたのもあると思うんですけどやっぱこうオスプレイ選手が最初もテーブル出して結構まあダークな面になるんですよでそれでまあ海野翔太選手がまあお前が最初にやったことだって感じですごい何ですかねこういつものなんかハッピー集託ハッピー翔太君みたいな感じじゃなくてもうダークネスキング翔太みたいな感じでもう悪い海の翔太っていうのがまあ全開になるとんですかねこうテーブルは使うし え客席のお客さんどけて客席の椅子にオスプレイを投げ飛ばすしもうえげつないパンチしたいとか本当にまあダークな一面を出すと。でオスプレイっていうのはそれをまあ受け止めにはするんですけど。そのもう もう翔太選手っていうのも何回もこう変形デスライダーとか、もう流れ式な技とかいろんなこうデスライダー仕掛けて、まあ完全にこうオスプレイ選手をもう追い込むんですよ。で、試合終盤になると、もう師匠でもあるジョン・モクスリー選手っていうのが、まあこう応援に来て、まあちょっともうグロッキー状態になっていた翔太選手っていうのが、またここを息を吹き返すと。 やっぱ師匠がね、あんな目の前で、お前やれよって感じできたら、まあ、弟子の海野翔太選手としても、もうやるしかないというかね、またこう、なんですかね、あの、息を吹き返した感じで、まあ、頑張るんですけど、まあ、最後の最後で、オスプレイ選手が、ちょっとマストームブレーカーを決めて、え、勝利を収めると。で、僕、この試合でね、一番印象に残ってたのが、途中で、あの、海野翔太選手が、ビル・オスプレイ選手に、まあ、デスライダー仕掛けるんですよ。で、そのデスライダー完全に決まったと思って、あ、これ、ベルト動いたわ、と思ったんですけど、よく 見たらデスライダー避けられた後にこのあのに、ー、オスプレイ選手がヒゥンブレードしてるんですよね、あまりにも早すぎて僕、見えなかったんですけど、まあそこでもしヒゥンブレードできてなかったら、もうオスプレイ選手負けてたってぐらい、やっぱ海野翔太選手がまずオスプレイ選手を追い込んだんで、本当にこのはね、すごい試合でした、結構もう年間ベストマッチ試合と言ってもいいんじゃないかって、結構あるんですけど、僕もね、結構同感です、これは本当に。 まず、海野翔太選手が正直そんなにできると思ってなかった、まあ期待をいい意味で裏切られたって意味もあるんですけど、まあそういう感情を抜きにしても、この試合はマジで、間違いないトップ3には入りますね。本当にもう年間ベストマッチこの試合ですって言われても、全然おかしくないぐらいのとんでもない試合でした。うん。もう本当、海野翔太選手、正直、この今、帰ってきた、まあ令和統合三重賞の中で、やっぱ辻翔太選手が一歩抜けてる感じはしたんですけど、まあこの試合見せないられたら、 今もう海の翔太選手がが2歩ぐらいあの抜けた感じがしますねこの試合できるレスターは本当になかなかまあいないと思います。で、試合終わった後も、もうそのオスプレイ選手と海野翔太選手の関係っていうのが本当にもう泣けるというかね、やっぱオスプレイ選手はもう海野翔太選手のことをすごいやっぱ気にかけてるんですよね。敵対してるし、もちろんその試合なんで汚い言葉も吐くし、煽ったりするんだけど、でも心の中ではすごいやっぱイギリス時代から、ヤングライオン時代から海野翔太選手のことを気にかけて、 お前頑張れよと、俺の、俺の、俺と試合してもっとお前上行けよと、お前だったらいけるよ、新日本ベーストップなれるよっていう熱い思いがあって、で、海野翔太選手も試合終わった後のバックステージで、もうこれ一生の恩です、ありがとうございますって感じで、もう二人ともリング上でこう、挫折してしまってるぐらい、 なんですかねこういう、もう外国人と日本人っていうね、人種の壁が関係ないぐらいの本当にまあとんでもない、もうサクセスラブストーリーみたいな、もう爽やかな製品、あのカンフル剤みたいな試合だったんで、もう本当にこのメインはマジでドギモ抜きました。正直ね、僕これ見てるとき体調だいぶ悪かったんですけど、もうそんなの関係ないぐらいめちゃめちゃこの試合良かったんで、ちょっとこのメインは本当に僕驚きました。こんな試合がなるとは全く想像してなかったんで、めちゃめちゃ本当 いい意味で、まあ、びっくりしましたね。まあ、そんなこともありながら、ええー、まあ、もう、ジョン・モクスリー選手がセコンド来た時点で大体分かってはいたんですけど、まあ、試合終わった後ね、ジョン・モクスリー選手というのが、ええー、まあ、ウィリオ・スプレイ選手に対して、まあ、1.4でやろうぜみたいなことを言うと、で、まあ、ジョン・モクスリー VS、あーウィリオ・スプレイ1.4か、US ヘビー級大阪、まあまあ、確かにこれはね、いいカードだわって思ってたんですけど、まあ、ここに来て、なんと、ええー、デビッド・フィンデー選手が来るわけなんですよね、これが。 で、何をしたかと思うと、まずまあ二人を襲うと、もうオスプレイ選手なんかもボロボロだし、まあモクスリー選手もオーカン選手と死闘を演じた後,の後なんで、まあ結構やっぱりボロボロにやられてしまうと。で、そこで何をしたかというと、なんかゲロー選手がなんかハンマー持ってるんですよね。それどこでどこで買ったんですかっていうような、まあハンマー持ってきて、結構でっかいハンマー持ってきて、それでなんと、え、フィンレー選手っていうのが、まあ US と UK のベルトを両方とも破壊してしまうんですよ、リング上で。これはね、僕びっくり。 本当に。もうこんな極悪ヒールほんまにいんのかってぐらい、もうフィンデー選手がベルト破壊して、えー、しかもなんかそのフィンデーのために新しいベルトを作れってことを、まあゲドウ選手が要求していると。 で、なんか、えー、オスプレイ選手っていうのも、もしね、インターコンチベルトを戻せないんであれば、新しいベルトを作って、まあ、スリーベイやらせろってことを言ってたんで、もしかしたらこれ1.4東京ドームっていうのは、まあ、新ベルトをかけて、えー、このジョン・ボックスリー、ウィル・オスプレイ、デビッド・フィンデーの、まあ、なんですかね、この新しいス、えー、リーベイマッチっていうのが、えー、決定すると思うんですけど、いや、こんな感動的な再会をね、あの、ここまでぶち壊すデビッド・フィンデーは、本当にやったなと思いますね。あの やっったなーってこれ、本当にいい意味でも悪い意味でもそうなんですけど、僕はでもやっぱ、あのヒールとしては本当、これ以上ないぐらいの、えー、仕事をやりのけたんで、本当に一時期の、8本締め卒した健太選手に並ぶぐらい、もしかしたらそれ以上の悪行というものをやったんで、まあ、これは相当な覚悟がないとできないと思うんですよ。 ま、正直今までフィンデー選手って、そのバレットクラブリーダーではあるんですけど、なんか試合内容もそんなにいいわけじゃないし、その第5試合でも今回ね、タンガロワ選手とシングルマッチしたんですけど、ま、正直その指令を使ってのを、ま、結構反則気味な勝利だったんで、いや、フィンデーちょっともう試合内容も良くないし、もうこんなんじゃバレットクラブリーダーダメだよって感じだったんですけど、ま、今回こういうね、強行したことによって、もちろんフィンデー選手にめちゃめちゃ批判が集まると思うんですよ。いや、お前そんな試合内容もできてないくせに、何してくれてんだと。 オスプレイ、モフスイにお前が並べるわけねえだろうと、ちょっとまあ空気読みみたいな感じで、やっぱすごい声が上がってるんですけど、逆にやっぱここまでの行為したってことは、もうフィンデー選手からすると、やっぱ1.4で、それなりの結果とか、あとまあ試合内容を残さないと、もう完全にもう何ですかね、こうレスラー人生終わってしまうぐらいのリスクを背負った行動を今回したと思うんで、まあちょっとこれは1.4フィンデー選手に非常にちょっと期待をしたいですね。本当バレットグラブリーダーとして、覚醒するデビット・フィンデー選手が見れるかも かもしれないんで、まほんと。まあ史上最悪のバットインドで終わったんですけど、僕はちょっとデビットフィンで選手の覚悟を見たんで、ちょっとフィンで選手にはね、えー、期待したいと思います。ただまあ、正直言うと、あのビル・オスプレー vs ジョンモクスリーのシングルマッチもあの見たかった。あのすごい見たかったです。これは？ まあなんかもしかしたら僕はちょっとあの配信でも言いかけたんですけど、なんかそのジョン・モクスリーと海のあのビルオスプレイをシングルマッチでやらせてしまうと、格付けが済んでしまうんで、なんかその後にこう影響するからスリーウェイにしたんじゃないかっていう、まあ,あの僕勝手にしたと思ったんですけど、まあその本当にスリーウェイになったことによってどうなるか全く読めなくなったんで、ちょっとね、1.4が本当楽しみでね、え、しょうがないかなっていうふうに思います。というわけでね、え、今回はまあ1.4大阪、あごめんなさいね、11.4パワーストラグル大阪で、 何が起こったのかと、はい。ま、いろんなサプライズもあったんですけど、まあ、やっぱメインですかね。メインの試合内容っていうのが本当にまずすごかったのと、え、とんでもない、ほんと史上最悪のバッドエンドっていう二つのほんと感情ジェットコースターがあったんで、ほ本当にやっぱこういう感情ジェットコースターを、え、紅葉で打てる新日本はもういろんな意味でやっぱすごいなっていう風に僕はね、あの、思いました。というわけでね、え、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。